松浦博明は、千葉県船橋市出身の元プロ野球選手、教員。船橋法天高校では、外野手だったが、2年生時に投手に抜擢。千葉県屈指の本格派投手として注目され、1984年夏の甲子園県予選準々決勝に進出するが、成田校に0の1で赤敗する。高校時代は、打者としても打順が4番で、 通算46本塁打を記録している。同年オフにドラフト外で日本ハムファイターズに入団。入団2年目の1986年にはイースタンリーグで11勝を挙げて最多勝ちを獲得するものの一軍登板は1試合のみに終わった。1987年はリリーフで開幕後連勝を挙げる。敗戦処理として登板した直後に打線が活発になり、 逆転勝ちを収めるケースが多かったため、ナインやファンからは逆転の松と呼ばれ、以降は抑えの切り札へ成長する。1988年には先発投手に転向15勝5敗4セーブで同僚の西崎幸宏、セーブライオンズの渡辺久信と並んで最多勝ちを獲得する。1989年は肘や肩の故障に悩まされるものの、 1990年には11勝を挙げてチームに大きく貢献した。この頃はバ番号が0だったことからゼロ戦の末と呼ばれることもあった。1995年シーズン途中に阪神タイガースとのトレードが進められていたが交渉が折り合わず決裂。その後、岡本徹との交換トレードで横浜ベイスターズへ移籍する。同年1勝を挙げ、 セパ両リーグでの勝利を記録。しかし、チーム事情によりシーズン終了後に退団。横浜を自由契約になり、中日ドラゴンズの周期キャンプに参加し、同級団の入団テストを受験したが、不合格に終わり、そのまま現役を引退した。日本ハム時代の同僚、田中幸男とは一時期、義理の兄弟であった。引退後は、医療専門学校に通い資格を取得して、 医療の仕事に就業し、横浜市内に松浦整骨医を院長として開業。スポーツ外傷と障害について治療に携わりながら研究と臨床を重ねる。その後、手塚和志主催の野球道場、上達屋と契約。技術の進化、研究に協力しながら、プロ及びアマチュアの様々なスポーツ選手の指導に当たる。2010年4月で、 上達屋との契約を終了。その後は、ベースボールメソッド、フィジカルオペレーションメソッド通称ポン、MSC、メソッドオブストレングスザコアオブザボディーボディコアメソッドを提唱し、動作解析と身体操作術、そしてトレーニングを使い様々なスポーツのレベルアップに努めている。治療科時代の時の方、肘の障害治療とリハビリトレーニングには、定評があり、プロアマ、 野球に限らず、様々なスポーツの怪我の予防、パフォーマンスアップのための指導を、選手や指導者へ伝えている。上達や時代から研究を重ねてきた、イップスに関して様々な回復法や指導法も提唱している。2013年1月より、中国野球リーグの上海ゴールデンイーグルスの投手コーチに就任。上海女子玉の臨時投資コーチも務める。 2014年5月より、中国野球リーグのチャンスーペガサス、旧チャンスーホープスターズの投手コーチに就任。背番号は尊敬する、大沢春が大英ソフトバンク監督時代につけていた89。就任後には、5人のケガ投手を復帰させ、全国大会3位、台湾海峡杯では5位、全国棒玉冠軍杯では、1大会6試合連続関東勝利の記録を残し、 大会優勝の好成績を残している。チャンス女子玉の総合臨時コーチも務める。その後チームは全国優勝。2015年5月に帰国後、自身が名誉顧問を務める中国で唯一の女子野球チーム、上海 SSG を来日させて、日中友好と親善を兼ねて母校である、船橋市立港中学校との親善試合と、船橋市長への表敬訪問を果たす。 2015年12月、学生野球資格回復研修を受け、アマチュア資格を回復。高校や大学の指導に努める。2016年4月上級救命講習を受け、救命技能を取得。2016年4月地元でもあり、母校でもある、船橋市立港中学校の外部指導員として、船橋市教育委員会より移植される。本人が顧問を務める中国で、 唯一の女子公式野球チーム上海 SSG の監督として香港フェニックスリーグに出場。また、2016年、2017年と千葉県中学女子野球選抜チーム千葉マリーンズのアドバイザー兼コーチも務めている。2017年9月より中野区にある特定非営利活動法人東京コミュニティスクールにスタッフとして教育の現場に携わっている。 ありがとうございます。